ありましたよ、シマノのメタニウム、ね、新しいメタニウムっていうことで、結構俺手がねやっぱり小さいんだけど、触ってみるとめちゃくちゃ小さい、ぎゅーっと握り込めるね。これは全部ねメタルボディってことで、もっと持った時に重く感じるのかなと思いきや、めちゃくちゃ軽くてコンパクトね。これはちょっと今年の台風の目になるんじゃないかなっていうことで、ここに MGL スプール3が積んであって、でバンタムであったコアソリッドボディが入っていて、でこの触った感じの巻き心地は軽かったみたいなね、本当ね、すごい滑らかな。これは実際にね釣りフェスティバルに来てみないとちょっと触ってみれなかったんで、すごいね感動のリールっす。これが新しいメタニウムっていうことで、はい、ですよね。主にどういったところがポイントになってくるリール、はいはい、ポイントは3つあって、はい、まず1つが MGL スプール3、はいはい、全19アンタルスに搭載されてたスプールなんですけど、それが本場はメタニウムに入ってなんで、キャストフィールがものすごく良くて、はい、まあ、抜け感がいい、はい、低弾道でこう狙ったところに行ける、でかつ飛距離も出るっていうスプールが入ってます、はい。でもう一つはコアソリッドボディ、はい、これ18バンタムで採用されてたんですけど、それがマグネシウムになって、はい、できてます。まあ、コアソリッドボディの何がいいかというと、ここら辺、まあ、今まで樹脂の別パーツやって、はい、でもう一個ここの外側に覆われてたんですけど、はい、それがなくなったことによって剛性感が強いとか、はい、コンパクトになってすごい握りやすいとか、操作性が上がるっていうのが大きい特徴です。でもう一つ16メタニウムからは変わってるのがアルミギアやったんですけど、それが真鍮ギアになってて、ギアの耐久性がすごく強くなってで、まあ、真鍮ギアになって、まあ、アルミギアに比べると重くなっちゃうんですけど、はい、前作と比べて重くなったかっていうとそうじゃなくて、まあ、コアソリッドボディでここら辺も全部金属になって重くなってる部分もあるんですけど、はいはい、他のまあ内部規模細かい設計を見直して前と同じ 175g です。なんで、まあ、どんな釣りにもバースタイルし、はい、まあ、巻きでもいいし、はい、こう内もんでも軽いから操作性、こうロッド上げてやるときもすごく使いやすいっていうことです。海なんかでももちろん使えるということ で、はい、大丈夫です、はい、去年19アンタレスが、はい、MGL スプール3が搭載されて出て、はい、で今年これにも MGL スプールがついて、はい、で剛性感も上がって、はい、19年の目玉とこの20年の目玉で考えると、どう使い分けていけばいいのかなっていうところが、そうですね、アンタレスのいい点としてやっぱ一応マイクロモジュールギアって言ってもアンタレスの方が1個ギアとしては上で、より滑らかなギアがアンタレスには搭載されて、はい、されて、はい、でやっぱあの剛性感というか、それももちろんあるん で、はい、重量もあるんで、巻きの釣りとかにはよりアンタレスの方が向いてるかなと僕は思います。例えばじゃあ巻きがあっちでこう、はい、そうですね、この手元を安定してこう、はい、巻きたいならアンタレスとかの方がいいかなと思います。と思った感じもやっぱりメタニウムすごい軽快だなっていうのを感じたん で、ね、内物にはもしかしたらメタニウムの方が使いやすいかも、はいはい、で MGL スプール3は両方に搭載されてるから、はい、この使い分けしていくって感じ。そうです、はい、ちなみにこれ今コアソリッドを開けてもらう、はい、どうやって開けるのか教えていただいても、はい、このビーカムレバーっていう部品なんです、はい、これこっちにこう動かしてもらえる、はい、である程度動かしたらここで止まります、はい、でこの状態でこう上に引っ張ったら開ける、でスプールが取り出せる、はい、それはもうバンタムで使った技術、バンタムと一緒、はい、でスプールはまあ戻してもらって、でちょっとここオーリングっていって振動を抑制するためにこのベアリングとかにゴムが入ってるんですよ、はい、なんでちょっと入れるとき硬いムニュってするんですけど、まあ、ちょっと、まあ、気持ちいい、入れちゃって大丈夫、うん、まあ置いてもここから押さえつけるんで、はい、まあ、問題なく入る。ただ注意点としては、はい、
この時にもともとめっちゃキャスパンがこう閉まってるとかになると、はい、こうもうここが閉まらなくなるんで、キャスパンがめちゃくちゃ閉まって、最初から閉まっちゃってると、はいはい、なんでまあスプールが このこっちかハンドルカーに行ける分ぐらいは緩めておいてもらって、はい、MGL スプールフリーで脚本の運用を考えるとどれぐらいが一番調整としては、あもうカタレスになるぐらい、あカタカタしないギリギリのところで調整しておけば、はい、まあ、取ったらもうこの状態になってるんで動かさずにこのままこことこの両線が合うように入れてもらえれば、はい、そうですね、戻してもらうって感じです、はいはい、まあ、ただこの時に取った時にこれが、まあ、例えばこうやってずれちゃってると入らないです。最初にオープンの状態にちゃんとなってるか確認して、でこのちょうどこれが真上になる位置で入れてもらうっていうのが大事です、はい、そうしたらまあ入るんで、はい、ここにでいいです、はい、ちょっと硬いですけど、まあ、そんなに開け閉めしなくても SVS っていうのは内部ダイヤル4個をオンにしておけば、はい、基本的には1から6段階 の、 この外部のブレーキで調整できるようになってるので、はい、まあ、どうしても追い風とかでもっと緩めたいなって時にはいじってもらったり、ブレーキについては、はい、まあ、こういうオン、これがオンの状態で、はい、こうするとオフになる、はい、SVS の遠心のブレーキ、はいはい、SVS インフィニティっていうものですね、はい、通常のブラックバッテリーなんかで考えると、はい、中のブレーキ設定っていうのはどういう状態で使うことが多いの、まあ、ほぼほぼ4個全部オンにした状態 で、はいはい、で外部ダイヤルで細かい調整を入れていくっていう、まあその横の重いバイブレーションとか、はい、そういうのないもっと遠くに伸ばしたいっていう時だけまあ2個とか3個とかにしてもらえばいいかなと思います。あとはもうキャストが上手い人はまあ減らしていってもらって調整もできる、はい、ただまあ基本的には4個で大丈夫、はい、今回これ、はい、作る上で一番苦労した点というかここら辺結構やっぱり100このギアで重くなってる分とかをどう軽くするかっていうのが、はい、まあ、前回の16より、まあ、軽いまで言わないけどもブラスギアにした分の重さをどこで軽くしていくかっていう、はい、主にこんなここら辺が一番効いてくるんですかね、まあ、こういう本当に細かいところの変更をいろいろしてるんですけど、はいはい、まあ、例えばスタードラグが CI4 になって軽くなってたり、はいはい、ハンドルノブもちょっとメタニウムって軽快なイメージ、はい、それに合うハンドルノブになってたり、あとは本当にこういうウォームシャフト、はい、これが今までは、はい、アルミとかを使っていることが多かったんですけど、はい、これを樹脂化したり、中を樹脂化、強度的には全然問題なくってことで、はい、もちろん強度とかは車内の試験とかも全部クリアしてクリアして、はい、そういう細かいのの積み重ねで175g、180g 切っちゃうんですね、メタルボディでプラスギアで、はい、全部、これもマグネシール、はい、映画でマグネシール、はい、でここの最後取った時とこだけアルミなんですけど、はい、全部金属でできてる、はい、ポイントは2つあって、はい、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、はい、この厚みですね、この厚みをまあ見直して、はい、より薄くなってる、はい、MGL スプール3の方がなんで慣性が低い、で慣性が低いと、まあ、ルアーも飛距離が出るし低弾道で飛ばせるんで自分のこう狙ったところにキャストしやすいんですよ、こう浮いちゃったとか投げて左に反れちゃったとかないんで、でもう一個は、こうナローになってるんですよ、はい、なのでよりこれでも低慣性になってるっていうのが MGLスプール3、ここのクラッチレバーこれも新しくなってて、はい、この平面の部分が広いんで、はい、まあ、切った時に親指を乗せやすくて、でここでこう軽く押さえてサミングしやすいという形状を狙ってます、はい、まあ、ちょっと、まあ、もちろんこのクラッチレバー
人によるかもしれないですけど、まあ、そこら辺も感じていただける。いや今しばらく自分も手でカチカチやって、はい、なんかこのコンパクトなのにクッて親指がいいところに収まるなと感じたんで、はい、こういうところも今回の20メーターのこだわりになって、はい、やっぱりメターニウムっていうのは、まあ、日本オーバースフィッシングの真ん中でどんな釣りにでも使っていただける釣りで、まあ、16メーターにもすごい好評で今まで使用してきてもらってると思うんですけど、その釣りが一段進化してできる、飛びも良くなってるし、ギアの耐久性も良くなってる、剛性感も上がってるっていう、全てのランクが一段上になってるっていうので、まあ、どんな釣りにでも巻きでも内でもで、まあ、ライトリグとかでも一応夢あるので30番っていうのがあるんで、まあ、こういうのをつけてもらえればよりどんな釣りにでも使ってもらえるかなと。順調にいけば5月ぐらいにこのオプションパーツ確か出るやつですね。あ、書いてある、はいはい、あ、5月発売予定書いてあります、はい、あ、じゃあここら辺でどちらかっていうと、もうそう一番気になってたのが去年のアンタネットの使い分けだったんですけど、はい、なんか印象としては、あ、これワームのうちの釣りとか、あと軽めのミノーですとか、こういったのに使いやすそうな機種になってくるのかなっていう。そうですね、はいはい、もちろんそのままノーマルヌスプレーでもいいですし、はい、よりその近距離戦、はい、ボートとかから正確に機種が打っていきたいとか、はい、まあ、ボカパリでもそうですけど、はい、対岸の足ギアとかを正確に軽いルアーとかでより使いたいなら、こういう釣りも使える。実際見た目はメタルボディだし、本当重くて大きい感じなのかなと思ったら、はい、あの釣りフェスティバルに来たら、はい、このコンパクトさと全て見ることができたんで、ちょっとこれは1台買ってみたいななんていうふうに。ぜひぜひ。すいません、いろいろ教えていただいてありがとうございました。はい。